にオレをあげた方ですかえそうです <laughs> えそうですサーヤさんにオレをあげた方です初見でしたありがとうございますコメントそうえなんでわかるんですかサーヤさんにオレをあげたことなんでわかるんですかなんかでもお写真お写真は撮った撮ったんですけどなんでわかるんだろうなんでわかるの <laughs> なんでわかるの そう俺をモバあメールねメールだったんだそうなんですねえー、私も見たかったそのメール <laughs> ハートいっぱいありがとうございますそうあげたんですお誕生日のあれであげましたえさ、ー、やさんがショールームでえー、うっそえー、うわわ見たかったショールームやだー いやだ見たかったそのショールームショックショックだよそう今日も可愛いってありがとうございますオレオにコメント書いてたそうコメント書きましただるまありがとうございますハートもいっぱいありがとう昨日ローソンのカヌレ、ね、買ったのでタグ付けてありがとうございますツイートだるまありがとうねえ嬉しかったならあのいいんですけどね え最後に都じ付けがさってたら怒られた後に怪しいと言われました <laughs> そうなんですか「だるまとハートありがとうございますたくさん昨日はありがとうございましたお話できて嬉しかったです」って嬉しかったです私もなんかびっくりしましたあの <laughs> あのなんか仮装じゃないけど何て言うの何 <laughs> て言うのスクショしたけどさやさんあ半目だったんですね全然全然 がが面白ってせるありがとうございますハートたくさんありがとうございますやっとカヌレ食べれたよかったゆきちゃんは今日も世界一書いてありがとうこんばんはわらわらってさ <laughs> やさんのメールでねそうねそうみたいさっきから皆さんが教えてくれてるハートいっぱいありがとうございます今からでもゆきちゃんのお披露目が強予約したいってね無理だよねもう多分 <laughs> 無理ですよねきっと昨日ぶりって昨日ぶりです やっとねあのなんですお顔が分かってちゃんとしっかり認知しましためっちゃかわいいってありがとうございますこんばんは白雪姫番茶こんばんは今日はカヌレントキャンディーの塩キャラメル美味しかったですかこんばんはゆきちゃん <laughs> こんばんはローソンのカヌレ売り切れてて買いませんねそうよね昨日しょ 昨日はショック、眠れなかったです。ちょっと待って。今日は先輩たちとそうです、ツアーリハでした。パーティー声おめでとうねってありがとうございます。ハートいっぱいありがとうございます。ありがとうハートいっぱい。こんばんは。研究生パーティー声受けておめでとうってありがとうございます。久しぶりに生配信見れて癒しですってありがとうございます。 おお久久ししぶぶりりですと昨日はカヌレの話ばっかりになってしまったそうですね昨日3期生の発表聞いてましたって今日くたくたなので個人的に30分助かりますって私もなんです誰もありがとうございますこんばんはゆきちゃんに覚えてもらったら沼から引き返しそうにやりますにんちゃんありがとうございます浮気しない絶対 <laughs> 浮気しない絶対今日初め ましてでいきました昨日かな昨日身長伸びてないですゆっくり休んでてありがとうございますこんばんは今日も乾いてありがとう初のおしゃべり会参加でした次は兄弟でいきます花えちゃん推しの方なの <laughs> こんばんは 昨日参加したかったってね今日はありがとう昨日はありがとうございましたとても楽しかったですありがとうございますこちらこそカヌねすごい種類たくさんでいろいろ迷いますよねタコありがとうございますさっきてパーティー公演そうなんです浮気 <laughs> こんばんはそう昨日お会いできて嬉しかったですってうれ、ん、しかったです11月のオンライン会本当のはめましてえ楽しみにしてますね 声お疲れ気味かなハート100ありがとうございます昨日はぬいぐるみで遊んでましたそうですね昨日言ってみたかったけどってね生投げキッス見た <laughs> バレとるぞだって名前に書いてあるからさ名前に書いてあるからさそうなのかなってハートありがとうございます誰でもみん誰でも大好きなんじゃよみんな大好きなんだっけ なゆきちゃんユニット何になるかなね何になるかなこんばんは山期生公演決まったのってそうです決まりましたこんばんはコメントありがとうございますハートたくさんありがとうございますありがとう昨日はゆきちゃん推しの人ほとんどカネレ持ってたって聞いたそうなんですなんかねカネレを首からぶら下げてる人がいて <laughs> 面白かった。 ゆきちゃん全部のユニットでみたい <laughs> めっちゃさん期生公演楽しみですて、ね、ありがとうございますレッスン大変ってそうですねネズミありがとうございますハートたくさんありがとうハートたくさんありがとうございます昨日ゆきちゃんにハートを奪われました本当ですかこんばんは首からそうかカヌレカヌレをねぶら下げてたの、うん、びっくりしたカヌレペンダントそう発想面白いよね首からそうカヌレ 持ち込み OK なのかなあれはさ多分身につけてるからさ OK なんじゃないサッカー何ああまあ通り過ぎちゃったあそうですねアルミレックスさんの決まりましたよね首からそうお詐欺祭公園通いますねありがとうゆきちゃん食べたのって食べてないです マイクとゴーグルで申し訳なかった全然大丈夫ですよ見せたカヌレは朝に食べよう <laughs> え忘れてたんですか食べるの <laughs> 朝に食べようとして忘れたやつなのゆきちゃん大人目だからああそうかもしれないのかな元ユナのファンそうゴーグルとマイク持った方がいっぱいでした元ユナさんのファンはさ <laughs> んのって言ってたカヌラは枠に入れてたこんばんは コメントありがとう今日走ってないカヌレ持ち込み持ち込みは多分ねダメなんだよね身につけたらいいんじゃないそうね手に持ったらダメだよねそうアヒル食べましたごめんねコメント飛んじゃう方ごめんね本当にオンラインカヌレが好きすぎて私のオンライン撮ったのどう <laughs> カヌレが好きだから撮ったのそれ何何案内しシティのカヌレ食べたこんばんは カヌレは何カヌレの話ばっかだな <laughs> アルビンアルビンちょっと待ってねごめんね飛ばす <laughs> いや普通に持ち込めたってそうなのそのあれなのかなそのスタッフさんの方が緩かったのかなわかんないでも持ち込みはさ禁止だよね <laughs> ゆきちゃんえ違う違うそうじゃなくて なんか30分までだからカヌレの話だけで30分終わらせていいのかなって思って別に怒ってるとかじゃなくてなんか怒ってるって取られるのがすごくなんかショックなんだけどサイヤさんのめっちゃねサイヤさんとねお話しさせていただいたんですけど本当にねあの何 かわいすぎてかわいすぎてさなんかお話お話がうまくいかない <laughs> お話がうまくいかないかわいすぎて幸せねっサやヤさんがうらやましいもうねほんとにねめちゃめちゃねめちゃめちゃかわいすぎてかわいすぎてかわいすぎてさなんかもう何ずっと見ちゃう。 <laughs> サーヤさんと何何したって報告何何星になっちゃった言い方変えれますかねそうねめっちゃね可愛いいですあデート <laughs> デートねデートいつかしたいですねサーヤさんと。 ごめんね、コメントね、飛んでっちゃうんだけど、ごめんね、コメント。<laughs> コメント飛んでっちゃう。ハートありがとうございます。ありがとう、ハート。ゆきちゃん、こんばんはって、こんばんは。アバター出たほんとアバター出たハートありがとうございます。青いペンライトありがとうございます。ねえ、ほんとに。 白いペンライトもありがとうサやヤさんのツイートで休憩中のゆきちゃんの写真あげてくれえそうなんですかいつのいつのいつのツイートかなありがとうございますなんかタコタコありがとうなんかクマもいたのかなありがとうねちょっと見たいな くまありがとう。くまありがとうございます。消えちゃった。タコと一緒に消えちゃった。そう、今日ね。コメント早いよね。ちょっとごめんね。流れちゃうね。<laughs> そう、新潟出身です。私ゆきちゃんのアバターでね。本当残念。残念すぎる。それは。<laughs> 残念すぎるね。ハートありがとうございます。 人気者なんですねっていや全然全然よついに出ましたってよかった <laughs> よかった話したいことって何わかんない私話したいことあるって言ったっけ投げキスを真似してたほんとルアちゃんが見たい <laughs> 見たい推し推しではないんだよねなん何の話だろう推しではないんだよねこんばんは結構漏れ昨日のえ結構漏れてたあれ 漏れてないと思ってた。誰もありがとうございます。ハートもありがとうございます。昨日の雪の笑顔で沼にハマってます。本当ですか？何何？ああやばい。こんばんはこんばんは。コメントありがとう。うわあやばい流れるな。どうしたらいいか悩んでます。ゆきちゃんのガチ恋のファンもそうって全然そうですかね。 今日はは荻野さんのお話し会で3期生で誰が気になってるのかって聞かれたのでゆきちゃんと答えましたってえ嬉しい <laughs> 嬉しい写真めっちゃよかったよってありがとうこんばんは公式サイトのルーレットやったらラストにほんとすごいよかったよかった昨日同じ例にったもっといた元夕なもっちゃんのアバならあるんだけどそうなんですねハートありがとうね 結局ルールと全部回してしまいましたアバターが当たったので何なんだろうガチ恋歓迎層ガチ恋歓迎あんたは偉い <laughs> あんたは偉いありがとうございますコメントガチ恋は3期生で1番なのかなそうなのかなありがとうねだるまだるまいっぱいありがとうございますめっちゃ飛んでくる はじめましてって、はじめまして、コメントありがとうございます。村から出たいってまた言ってるよ。<laughs> こんばんは。今日ね、30分間しかやらないんですけど、ごめんね。本当に30分間しかやらないんですけどね。ゆきちゃんってモノトーンコーデ好きなそうですね。モノトーンコーデ好きです。遊びに来て,よってありがとうございます。コメント一生懸命拾う。 とととこいいい思ううよってありがとうございます今日全然拾えてないんだけどさ村から出ない村ですが <laughs> それも毎回見るな「ハートたくさんありがとうございます14日連続そうそうそうです」「楽しませてくれてありがとう」ってありがとうございます今日もスクショタイムあんまり多くは取らないかなで、ね、もう半分は過ぎたもう一人の 3, 3期生の推しに楽しお断何何 断られたからし立候補したい <laughs>。いいよ。できる範囲でえー、ありがとう。可愛い,いコミッキーとありがとうございます。こんばんは。ハートありがとうね。ルーレット3回してあ <laughs> あ、こんばんは。そうなのね。昨日も1日。も、昨日も1日も似合ってましたよ。なんだろう？ゆきちゃんのサイン、今日初めて見たってそうなんですね。 今日はゆっくりり休んで寝てありがとうございます村とは何でしょうってはるかはるかさんかなお小屋はるかさんの村かなこんばんはこんばんはそのモノトーンコーデなんだモノトーンコーデねわらってなんだろうちょっと待ってやばいほんとにやばいよく分かってない <laughs> タコありがとうございますこんばんは 片足、片足、はまった時が止まったって。西形まりなさん意外と可愛いどういうことかわいいですよ、普通に。めっちゃ可愛い方ですよ。<laughs> お疲れ様ってありがとうございます。沼とは何村から出なくてもいそうなんですよね。待って、タコありがとうございます。パーティー公演でユニットは何ですか知らない。 <laughs> 私知らないんだよねそれ <laughs> 自分でもわかんないんですけど「レッスンお疲れ様ってありがとうございます」「はるちむら」「ありがとうございます疲れてるんだね」って「ありがとうございます」全然あの全然あれなんですコメントが早すぎて「可愛いの圧が」あって <laughs> そう「可愛いからね」「意外と」じゃないよ普通に可愛いいからね <laughs> ななににハートありがとうございますえ分かるよユニットの意味は分かるんだけど自分が担当するユニットは分からない <laughs> 分からない自分が担当するユニットは分からないの青と白いペンライトありがとうございます分かってても言えないっていうか本当に分かんないの私分かんない担当するユニットガチで聞いてない わ <laughs> かんない本当に今日も今日とてゆきちゃん乾いてありがとうございます3期生公演あメール来ましたおめでとうございますみんな知らないって言ってるもんねってそうみんな知らない私何するかわからない <laughs> 白いペンライトありがとうございます私わかんない白いペンライトありがとうハートもありがとうございます 初日までのお楽しみだねってえ私はさ知りたい <laughs> 私自分が何やるか知りたいんだけど <laughs> 私私何や,りやるのか知りたいよ自分で自分で知りたいんだけどひなひなちゃんひなちゃんがゆきちゃん車に乗せてってえろはしさんですか諸橋ひなたさんがですか是非是非 僕も知りたいって。ね私も知りたい。<laughs> 私も知りたいよ。スカヒナ。ユニットのレッスンまだってことかな。どうだろう。こんばんは。来月だよね。大丈夫って <laughs> 大丈夫。それ。私が聞きたい。大丈夫って。<laughs> 私が聞きたいよ。ハートありがとうございます。こんばんは。 なに何なかになんかああってなんかなんか,なんか来た <laughs> なんか来たけど大丈夫研究生公演楽しみにしてますってありがとうございますなんかなんとかなんとかが似合いそうっていっぱい来る <laughs> ありがとうございますね白いペンライト青いペンライトありがとうございますさやさんのインスタゆきちゃんの配信見たって言ってたねえそうなんですかあえっクマありがとうございますありがとうクマ も、うん、ありがとう。こんばんは。ね、まあいろいろたの楽しみがたくさんだね。ってそうなんですよね。そうなんです。こんばんはここんばんはこそうばんそうこ <laughs> なんか読めないなんか読めないうまく読めないいいねって <laughs> いいねってなんか読めなかった。 <laughs> うまく読めなかったなんかかわいいんだけどその女の子のアバター <laughs> 結婚しててありがとうございます何ありがとうんこつって眠そうなのかわいいってそうちょっとねやばいのよね早く寝ないとやばいのよほんとにあそうなんですね持ちネタ挨拶なんですねちょっと頑張ってちゃんと言えるよ,言えるようにします口が回らない 今日早く寝ないとガチでやばい明日明日がやばいよやばいねもうあと10分さもうあと10分あと10分うちわを完成させなければね楽しみにしてますうちわフォロワー1730人本当ですか今月末にはそうそう月間エンタメさんサーヤさんとのツーショット待ちですえツーショットえ見たんじゃないの ちょっと見たんじゃないのメールで、ね、メールで見てないなんかさやさんが <laughs> さやさんがなんかあれとあのメールで送ってくださったらしいですを知って作りましたありがとうございますこんばんはありがとうつぐみさんのラジオ聞けないですねあの聞いたら最後だと思ってます明日間に合わない <laughs> 明日…明日が無理かなハートありがとうございますサーヤさんとラブラブじゃんってラブラブかなラブラブかなサーミンラジオなんですけどちょっと聞けないなあえっクマんクマ <laughs>、うんクマありがとうございますえ え、クマだよねえ、いっぱいクマいるありがとうございますクマクマありがとうすごいクマありがとうございますやば、びっくりクマだいっぱいクマなんだけど <laughs> いっぱいクマありがとう、うん いやそうなのよねラジオ聞いたら安眠はできるのなのかもなんだけど明日本当に早起きなの明日3時に起きようと思っててわーしわーしあ3時に起きようと思ってるのねだからあのどう考えてもやばいのよもう,もうやばいんだよな <laughs> もうやばいんだよな今すぐ寝てって <laughs> それないや今すぐ寝て <laughs> 今すぐ寝て本当に私この時間にショールーム入れたのやばって思っちゃったもんバラありがとうございますバラありがとねう <laughs> 早く寝てって <laughs> 今すぐ歯磨いてそうそうそう今すぐ今すぐ磨かないと今すぐみ磨かないとそう <laughs> 3時に起きたいなって考えてるでも あ、藤崎さんも5時半らしいですかアミラジオに <laughs> アミそう3時に起きたいって考えてるけどでもなんか無理そうだから <laughs> 無理そうだから3時半には起きたい <laughs> 3時半には起きたい <laughs> そう起きたい起きたいな わかんない藤崎さんが5時半なんですねわからない私は分からなかったそれはそうなのかショートスリーパーなの <laughs> そう妥協して妥協して3時半4時に起きたらね、ま、に4時か4時かうん大丈夫かな私は <laughs> 私は3時半かな 3時半かなさすがに青いペンライトありがとうございますそう思うねやばいのよねゆきちゃん県外住みだっけ <laughs> 新潟県出身ね妥協しようってえ5時は確実に間に合わない私は間に合わない私はってかあのね準備がね遅いからね私自分と一緒の起床時間ですねってえ3時3時半 ?3 時半同じ起床時間ですか <laughs> 何3時半はもはや夜ね本ほんとにもはや夜起きれない気がしてきたんだよなハートありがとうございますそうタナヒって何何したくにそうあごめんあごめん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 飛 <laughs> んだネズミありがとうございますじゃあ僕が起こしますね <laughs> そう僕は明日は6時起きいいなぁ6時起きありがとうございます結婚してて自分は4時に起きるすごい自分で起きれるか分かんなくなってきたちょっとさすがに3時半は無理な気がしてきたさすがに3時半は無理な気がしてきたあと3分あと3分しかないのあと4分 <laughs> 本当にやってるえじゃあさちょっとスクショタイムをしてスクショタイムをして 壇上をお読みしようと思いますもともとの予定はあの11時までだったので <laughs> ちょっとちょっと過ぎちゃってもじゃちょっとあの今日あんまり美獣良くないのでスクショタイム早めでいきたいと思います。 美女いいよってありがとうそうありがとうちょっと美女よくないからね <laughs> 美女よくないからねもういいかなもういいかなよしじゃあちょっとあのいつものいつものしますね ごめんめっちゃ急なんだけどいつものしますねちょっと録画はちょっとわからないわ <laughs> からないけど大丈夫かなじゃあやりますね OKOK、OK OK、<laughs> 美女いいのかな大丈夫かな固まったかと思ったら無言だった <laughs> ごめんなさいスクショタイムしてましたごめんなさい そうちょっとねハートありがとうございますちょっともう壇上お読みしても大丈夫ですかお読みしますね <laughs> お読みしますじゃあ13位から読んでいきますね13位なんか手がやばい13位かわさんありがとうございます12位ラブポテトさんありがとうございます11位 ジェラールさんありがとうございます。十位おとぼけさんありがとうございます。九位松はさんありがとうございます。八位おのぴーさんありがとうございます。七位大作さくさくさんありがとうございます。六位コミニストさんありがとうございます。五位涼介さんありがとうございます。四位よとさんありがとうございます。三位カズチンさんありがとうございます。二位ぐっちさんありがとうございます。一位ゴーエさんありがとうございます。 ありがとうございました、本当に。ごめんね、めちゃめちゃ早い、早い終わりで。ごめん、本当に。ありがとうございます、本当に。ありがとう。ごめん。明日も、明日もね、配信するから、明日、また明日、また明日はちゃんと耳もつけるし、あのー、<laughs> こちらの髪も貼るし、 はちゃんと紙バッチリで配信しますバイバイまたねおやすみ見てくれてありがとうございましたおやすみなさい